英語の4本続きます。はい、見てください。英語の話ですね、真ん中ですね、4本続きを行っていきます。実演がですね、真ん中2本がですね、遠く前に傾いた状態と、2番目との段差が左右目立ちますので、この部分をですね、しっかり段差なく、整えて、真ん中4本、しっかり数値が入れて、小さく整った歯並びに仕上げていきたいと思います。はい、噛んでください。はい、今回の症例ですね、こちらです。はい、実演の状態ですね。前の歯が2本、少し大きさがあります、かなり大きさがありますので、この部分を小さく絞っていくというのが1点ですね。で、2番目のややねじれがあることで、1番目と2番目の間の段差が目立ちますので、段差をですね、しっかり解消していくということで、隣の歯も合わせた4本ですね、4本の施術を行っていきたいと思います。ただ今回ですね、あまり大きくイメージを、ね、変えすぎないというところが1つポイントになってますので、この部分ですね、しっかり周りとのバランス、それから元の歯のイメージですね、を残しながら施術を行っていきたいと思います。はい、ではですね、仮の歯を装着した状態をご覧ください。はい、4本ですね、仮の歯を装着しています。実際にね、お話したようにですね、できるだけ元の歯のイメージを大きく崩さないような仕上がりにさせていただきます。歯の形であったりとか、歯の表面の細かな凹凸ですね、そのあたりもきっちり再現して、できるだけ自然な仕上がりを取らせていただいています。ただ少しまだ大きさがね、大きいかなっていうところはありますので、今後仮の歯を調整してですね、もう少し形を小さくしながら、最終のセラミックに向けてですね、より微調整、綺麗な仕上がりを求めていきたいと思います。